あああ,あはいはいえーと今回はえっ、ー、と久々えっ、ー、とウイニングイレブンのゲームの実況じゃなくて当てれこ。まあ、まあらかじめ録,録画したやつにまあ、声を当てるみたいな感じでやってこうかなと。とまあ、思うんですよ。はい、これちゃんとついてる。繋がってるか？大丈夫？大丈夫だよね？これ。 当たりたちは見つかりました、おめでとうございます、ありがとうございます。はいはい、対戦よろししくお願いします、はい、という感じで進めていきたいと思います。実況しているように聞こえますけど、これ、後から当てれこというか、まあまあ、声入れてる感じなんで、IC リコーダーで,、まあはい感じです、今回はもう本当にフランスのチーム、フランスのチームの中から選ぶという、まあ、な,んなんとか、キャンペーンというか、キャ,キャンペーンじゃなくて、もうそ,うそういう、まあ、イベント企画なんで、まあ、みんなパリ・サンジェルマン使ってるんですよ、もう。 まあ、パリ・サンジェルマンしかないでしょうね、まあ、本当に。僕がむかわる若い頃なんてまあそんな話あれですけど、僕が昔,の子昔若い頃マルセイユ強かったんですけどね、本当に。マルセイユ強かったから、酒井宏樹あの、日本代表、がずっとマルセイユ何年も持ったのを発揮して、めちゃめちゃびっくりしてます。はい、あ僕、ショートカウンターで戦術、戦術はショートカウンターなんですよね、いつも。うん、戦術、いつもいじって、4、まあ、4、2年みたいな感じで。 まあそこは4枚なんですよ僕、僕、うん。基本。まあまあ結構守備重視、まあ僕はまあ守備,守備重視したいタイプの人間があるかもしれないですけど、まあ、まあこんな感じで。まあ自分がまあ自分がいつも取ってるのはまあリードしたらまあ5バックに変えてはいるんですけども、ちょっと1点でもリードしたらもう守備が厚くみたいな、これが本当にいいのかどうか分かりませんけど、ああとパリ・サンジェルマンの話してましたねそうですね。 パレ・サンジェルマンはもうんですかいつから台頭したかなあちょっとこれもカメラで撮ってんのもうもう、うん、相手のフォーメーションうカメラで撮ってもまあ写,写真で撮っても、うん、保存してるって感じですパレ・サンジェルマン台頭してきたのいつ頃かな分からないけど僕がちっちゃい頃はマルセイユだったけどマルセイユが強かったけどなだから坂井宏樹ずっと何年もったのめちゃめちゃびっくりしました本当にすごいと思います発掘しってうん僕がパレ・サンジェルマンとあと聞いて何パレ・サンジェルマンじゃない マル,セイユマルセイユだったっ一強だ、マルセイユがとにかく強かったイメージあるけどパ、うん、フランスだった。もう今、パリ・サンジェルマンです、ね、もう、まあ、パー、まあ、お金こそパワーですよ、もう,もうさすたばに殴るってやつですよ。っていう感じで試合が始まっていきます。試合の方の解説を聞いていきたいと思います。一人真ん中抜けていきますけど、ディフェンスカーバーいってます。あ、これ出されましたね、はい。これ危ないです。だから一人カバーいってあげて、カバーいってあげて、あーって感じですね、はい。 誰か一人ちょ。ちょっと中にスル,パス,スルーパス入れると思って中をケアしてたら、もうその選手に行くのが甘くなって入れられてしまいました。はい、はい、次あ、これまだ取,取れました。取れました。はい、もうこれい,いけそうですけど、結構もう、うん、周囲がカバーに入ってたんで、ちょっと後ろからカバー入ってきたんで無理でした。はいで、まあこっから、まあ。まあスルーパスで外を開くと。 まあ,そうですね、まあまあまあ距離取りながらまままあまあまあ,まあディフェンスの、うん、ディフェンスが降りてくるの待つまで、まあ、まあ距離取ってもまあ時間稼ぐって感じですねあれ、まあ、ここからまあ選手相手の守備も結構結構熱いんで熱いしこのここのこの人も結構守備結構力入れてる感じのあ守備のもう理論というかまあ知ってる方ではあったんでまあやりごたえはあったって感じですねまあ ま、何点差で。まあまあこれ試合やり終わった後だからまあなんすごい点差で負けてるんですけども。まあそこはまあまあ点取りまあボール取りましたね。ああ、上がって欲しいですね。上がって欲しいですけど、守備ラインの統率がうまく取れてますね。はい、はい。ここで一人一人。ここ守備守備を下ろしたいですね。うん、楔、うん、のパス当てて、まあまあ選手がまた前に抜けていく動きでした。りはいでこっからパス出して。 どうすするんですよね、まあ、そう外,外ケアしてるからまあ中入れたいんですけど中誰もいなかったと、はいま,たまあ、またトップ下当ててでまた外開くとこれちょっと1人行きたいですけどもちょっと人数対というかブロック行ってあプレス行ってもよかったんですけどねでこれでボール取れましたと、はい、あちょっとこれなまあ言い方の上がり待ってるんでちょっとうん 味方の上がりますまでちょっとは待ちたがいところですちょっとこれ、守備枚数降りてきちゃったんで、ちょっとこれ、出すとこないですよね、もう、本当はちょっと下の方に、ちょっとな,なんか抜け出ててほしかったんですけど、ちょっとみんな奥行っちゃってて感じでした。これ、ちょっと、あもう、ここでも、ディフェンスの,その最終ラインのケア、もう、飛び出しのケアはしてました。あ、ちょっと無理でしたね、はい。はい、えっ、ー、と、まあこれ、これも、まあ、本当に何で何するかでわからんから、ちょっと。 下手にプレスいってもかわされるだけなんでかわされたり、まあ、剥がされたりするだけなんでこのゲーム浮きスルーがあまりうまく決まらないんですよねこの,、まあ、このウィリシリーウィリ,ウリとかイーフトシリーズな、まあ、使わないのがまあいいのかなと思いましたこれちょっとまたちょっとまあ距離取ってまあ守備するみたいな <laughs> 出しましたねああなんかうまく走り込まれましたね2点目入れられましたはい今もう、うん、完全にもう、うん 完全にフリーの人がもう、うん、フリーの選手が中に入ってたのでアイデアうまかったです。こういう操作は僕もやりたいですね、はいい。次いきます。ああ、これは真ん中抜ドリブルで抜けれましたね、今のは。抜けれたね、抜けれたね、今のは。ああ、これ難しいですね。問題なく、まあ、カバーリングしますね、はいと。まあまあ、ここでまあ、ちょっと最終ラインのボール回しという危険なんですけどね、はいうん、もうちょっとクリアしろって話だけ、まあ、とりあえず操作開くと。はい まあ止められちゃいましたね、うん、ちょっともったいないですね、やっぱ自分味方自分のボールをマイボールにして、どんパスパポンポンつなぐ失わ、下手なことでは失わないというのが、やっぱ鉄板になるのかなと、これ外しました、ラッキーでした、はい。そうですね、はい。まあ、今、パリ・サンジマンですけど、メッシが苦戦してるのかな、苦戦してるみたいな感じですよね、本当に。あ、キーパーナバスか、ナバスですね。 ナバスナバスコスタリカですね。コスタリカって言ったらあれですね、日本と,日本と唯一コスタリカだけが憲法に戦争放棄を明記している国,国なんですよね。日本とコスタリカだから。あー、ちょっとこれやられてしまいましたね。あ,あー、あー、あーですね。ちょっとちょっとわちゃわちゃしてたらもう取られてしまいました。はい。うん。うん。だメッシも本当だったら僕の、僕はもうちょっともう、うん うん、アルゼンチンがスペイン語圏なんでスペイン語のところからああ、これ、今後ちょっと人が大勢いたんでちょっとだ、ちょっともうちょっとキープしとくべきだったし、ねうん、スペイン語圏から出る,出るのはちょっともうかなりリス,キーだと思うリスキーじゃないかと思ったんですけど、その通りになったのかなと思いますね。うん、ちょっとやっぱ言語の壁とかあるんでしょうかね、僕は分からないですけど、まあ年齢みたいなもんもあると思いますけど、ああ、これ、真ん中走り抜けて、裏から真ん中走り抜けてってほしかったやつですね、ちょっと無理でしたね、はい。 あまた取れましたね。う、はい、ん、ちょっとそうですね。まあ、まあ、セーフティに外出して。うん、これちょ、ちょっと、ちょっと、そうそうですねいい。今の走り、今の走り、いいですね、うん。今のいい、今のいいスルーパスです。いい、いい、いい、パス、いい飛び出し。いいですね。はい。えっと、はい、次。まあまあ、守備、守備はケアして、本当はもう一人降りて、まあ、うん、まあ、まあそこで、まあ、降りてると出してって感じですかね。 まあち,ょちょっとこれはまあ裏,裏,裏ももう1人走っててほしいけどもう相手も読んでますね、それこのレベルになるともう読んでます、相手ももう。あー、完全に,完全にフリーさせてしまいましたバカだれですね、これはもう。どうしようもないです。あ、外しましたね、よかったです、うん。ちゃんとディフェンスはもう飛び,出し飛び出しのケアとかもしなきゃいけないですけど、ね、まあ、サッカーだとオフサイドト,トラップとかもあるんで、そこも,かもう金合いとかもあるんですけど、やっぱりもうちょっと、人はひちょっとケアしとかなきゃいけないなと思って、僕もちょっと反省はしております。まあ そうですね最終ライン結構厚かったような覚えあるなはいうんああちょっと,ちょっとこ,こ,あここでフェイント入れてきますね上手い人になるとやっぱもう本当に個人技上手いですわもう僕も覚えたいんですけどもまあ でも,でもこのゲームで結構収穫はあ,ったありましたね、僕、うん。結構なんかもう強い人でもなんか理不尽な強さじゃなくて、なんかもう、こっちもなんか強くなった気はしたって感じです。まあ、どのぐらいの点差で負けるのか、まあ、まあ、最後まで見れば分かるんですけども、まあ、それでもまあ、僕、すごい収穫あったと思うん、ね、で、この試合。はい。まあ、ちょっと、ちょっと変なクリアミスして、またクリアミス入っちゃいましたね。まあ、僕の課題の一つですかね、もう。大きくクリアミスしろって話、あ大きくクリア、クリアしろって話ですよね。 もうなんか小さくわちゃわちゃやっちゃう癖なんで、これ1本で通したらいいんですよもうもうバレてますね、もう。1本、みんな一気に後ろ出してみんな一気にガーって走って、みんなで裏取って、パスポンポンポンつないで、裏取って、裏取って、裏取っていってんで、よくよくそやて取るんですけど、もうバレてますね、もうそういう取り方で。外,外,外使ってあげてもいいんですけど、外使いまして。うん、これは今、フォワードの選手がちょっと前に出てたんですが、オフサイドポジションになってしまったんで、どうしようもないですね。うん、これ難しいですね。 これ難しいですね、うん、自分でドリブルしてもよかったと思いますね、はいちょっとああん。ちょっとあっち、ちょっとパス出す側の選手にちょっと意識いってたんで、うん、ドリブルしてもよかった、僕もそういうところ見極めたくないなと思って、まあ、こうちょっとこんだけ壁あるとなかなか僕はまあ、まあフリ、まずそもそも運入れのフリーキックの技術がないんで、まあ、味方の選手で落として、じゃあ、味方トップがボールを落として、 まあ出して、ミドルシュートみたいな,なちょっとまあまあの考えてはいました。いい感じですね、いい感じですね。はい、ああ、ね、ちょっとそれはだめですね、そこまでいったらニケアがケアされると思うので無理ですねちょっと、もうちょっと,ひとこ,うこういうところでもう一工夫、二工夫入れれればもうちょっと僕もうまくなるのかなと思うんですけどね。はい、はい、はい はい、そうですね、はい、こういうの落ち着いて、まあ、そうそうボールを回すとあまり浮き玉ちょっとこのボールゲーム使いたくないし僕も浮き玉じゃなくてもちゃんとグラウンダでプーで正確に通すのが重要かなと思ってます、あと、それからこのゲームスルーパスのセンスいいんですよねスルーパスのセンスがいいんですよ、このゲームはスルーパスの出すとこのセンスがマジ好きなんであー、これか裏取られちゃいましたね、ちょっときついやつや、うん、センターバック行,け行ってほしいですね、うん、あー、取れる。 うんちょっと、ちょっとプレスいってほしかったけど、プレスって何ボタンだっけ ?L2 か ?L2?L の奥、L2 っすね。うん。四角じゃないっす、このゲーム、確か。うん。もうこれ取れるかなって話ですけど、無理ですね。もう,もうみんなケアしてます。もう僕がやることばれてますね、もう本当にもう。僕もうもうちょっとばれてるなら、そこからもうちょっと工夫しろって話ですけどね、はい。まあドリブルまと止めれますね、はい。もうインターセプト得意なんで、まあ。はい。 まあここは、そこに出すとここの,こ,のこのスルーパスセンスがめちゃくちゃいいですあここでもうちょっとここでもうここでもうちょっと一口にひねりふだけになるんですけど今のスルーパスのセンスは完璧ですねもう本当に僕も自分はあそこ、うんね、プレイしてあそこ出すとは思わなかったあそこ走ってるとは思わなかったしだだじゃ受ける選手も出す選手もセンス良かったです、はい、非常に良かったと思いますで、まあ、ここでまあ落としてで馬出して でここで、まあ、トップ下拾ってまた落とし貯めて外開いてでまたまあこういう流れであ入りませんでしたね惜しかったっすと惜しかったっすねうんあもうこの時点で5対0ですねなんかもう0-0みたいな解説してますよもう5点入れられてますはいいいまあまあまあすうわめちゃめちゃ寄ってきますねこれでこれで1点と5-1 <laughs> まあそうっすね まあ人まあめっちゃ寄ってきたんで人引きつけてたんでまあ,まあ,あんだけプレス来たらあーあーもう裏ケアし,したんですけどもこれ跳ね返り方が悪くて入れられてしまいましたとはいもったいないですねもうまあ運が悪かったですねもう僕も,もうケ,アケアしてたんですけども,もうまあ走っていく時点でこういうケアを裏取られないようにケアすることも非常に大事同じことしかしてないんでもうちょこさすがに読まれてます。はい まあちょっとどういいパステージもう読まれてます、相手も。本レベルになると読んできますね、はい。まあちょっとここはちょっとまあそうですね、ここでまあトリッキーなことやって、ちょっとまたキーパーに阻まれてしまいましたね、まあ、でもいい形だったと思います、はい。そうですね、はい。えっと、まあ、ここちょっと、ちょっとまあまあ、ちょちょっと、ちょっといろいろな視野を持って、まあ、うん。ああちょっと、まだ今、ケアしてないのはちょっとあかんかったですね、ちょっとまあまあ。 まあシュートはあれだったら助かりましたけども、まあ、真ん中もん、もう真ん中、裏取られたときなんとかしろって話なんですけど裏取られたり、もうもうこの走り出すところで、体走り出すところにケアしとかなきゃいけないんですよね。で、ちょっとケアし,てしながらドリブルしてる選手にちょっとプレスいくっていくっていうのが理想なんですけど、後ろが。 後ろが足りてりゃもうプレスいっちゃっていいっす。うん。ただ、後ろ足りてる時は距離作って、距離、距離取って、リフェンスの差さ、うん、他の人とま下がってくるのもあったのがよ、よ方がいいのかなと思ってますね。はい。えーと、そうですね。これはまあ外開く、そう、うん、ちょっともうちょっと外ひ、気持ち外開きたかったんですけど、これ。うん、まあこれ立てて通してください。お僕も呼んでました、これ。うん。 ししてましたあー取られてしまいました危ない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 1人しかいない抜かれてしまいましたあーこれどうしようもないですねいられたっけなはいこれ何点なんだうんもうこのパ,パターンで点取られるのが多くてまあ悔しい口は悔しいんですけど7対1になってしまいましたねはい7対1ですねあー取れました運がいいですねあなんか突破できましたこれうまかったっすうんキーパーの前でもううん キーパーの前で止まって動き読んでみたいな止まって足技入れてみたいな7対 2, 2あー、これ、裏取られる、うん、うん、裏ちゃんとケア、1人ケア、これ、ちゃんとコンピューターでちょっと作戦とか変えれたらいいんですけどもね、今ちょっとイーフットボール不完全な状態なのでそこまでできないと思うんですよね、多分まあちょっとドリブル1人当たって、4人、まあ1人は当たりに行っていいのかなと思ったんですけど、僕はまあその技術をないということ、話ですね。はい まあこれちょ,っとあもうちょっと外開きたかったんですけど、うん、ちょっとみんなもうゴール前密集してたんでもう,もうリフェンダー下がってくる前に攻めたかったんですけどねそうはうまくいきませんでした話です下手に詰めても,も,うもう個人技でかわされるだけなんでもう距離取って守備するのは僕は好きです。はい 僕がそういうタイプなんでもう、うん、実際のサッカーでもそういうタイプなんで、う割と、うん、人に当たらないで距離取ってやるタイプんで、うん、ちょっと今のスルーパスはもうど真ん中、ど真ん中入れて、で下の選手が真ん中走っていくっていうのは僕の、うん、考えてたことなんですけども、もそうはうまくいきませんでした。でまた落と,して、まあ、落として、落として、中盤の選手がボールを持って、それを見てフォア、落としたフォアの選手が裏を取りに行くと。落とし 前を落として後ろに下げて上がっていくまあ一つの形ですねはいそうですねはいまあこっからはもう,もう7人もう点差5点あるんで、まあ、まあセーフティーに行くでしょうまあお取れましたおめでとうございます取れましたうんここ,ここはまあまあここパスでしたねちょっとパスのタイミング遅かったですねちょっと人が2人ぐらい戻ってくる前に真ん中の選手にパス出してあげるべきでしたねちょっともったいなかったっす というわけで7対2で負けたというものがこの試合でした。はい、以上ですね、はいえーと。そういうわけでまあまあ、まあ、当てれこしたわけなんですけれどもまあ2対7で負けたとはいえかなり収穫のあ自分にとって収穫あったんで良かったと思います。はい、というわけでまあ今回の放送はまあこれで終わりたいと思います。 ご視聴の方ありがとうございました。初めてですかね、実際に実況しながらじゃなくて、後から当てれこって形は多分初だと思うんで、まあこ、まあ、この形、まあ、続けていけたら、まあ、これもまあ、たまに挟もうかなと思って、では終わります。ではでは。